はい、たくみソフトです。私が逆光で撮影をするときにこの木を使ってよく練習をしています。ここら辺の覆いかぶさる木の色合いとか肌じゃないですね、枝のその肌色っていうんですかね、枝の色合いを、出すためにどういう角度で撮ったらいいかなとか、どういう絞りで、ISO感度をどこまで、落とそうかなとか、まあ、そういうことを考えながら撮っています。でこうちょっとね、川というか、まあ、あの用水路があって、用水路からこっちに流れていくという感じになってます。さすがにこの下は降りていくことはありません。あんまり素敵な場所ではないんですけど、ただこういう田んぼの風景とかは昔から好きでね、こういう角度からちょうどこの角度ぐらいに朝日岳が、大雪山が見えるんですよね。ですからちょっと向こう側ですね、カーブを切ったところですね、あそこぐらいから見るとすごい大雪山です。綺麗に見えます。あ、ごめんなさい、これ大雪山かな、こっちかな、病院の右側に今見えてるかもしれません。すいません。まあこんな感じです。それでは